いよいよ事業が始まるわけですが、まず第一に地元の方に愛していただけるような会社になりたい、それから瀬戸内のことを皆さんに本当に知っていただきたい、それから水蒸気の魅力というものをぜひ味わっていただきたいと思っています。